はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日は対抗検知の検知帳ということにやりましょう。検知帳っていうのは測量したデータですね。測量したデータ、こういうふうなデータでしたよって、田んぼでしたよ、畑でしたよとか、誰が住んでましたよ、家がこんだけありましたよとか、家屋こんなんでしたよって、そういうことを要するにいろいろ測量してですね、そこに書き込んでいくということですね。データを登録していくということですね。データを登録していく作業をするというのがこの検知帳の役割ですね。検知帳ですね。測量し、登録をしていくということになっているのが検知帳ということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。